はい、こんにちは、沼木です。今日はですね、自分のオリジナルラケットをの構想を思いついたっていうことについて、話していきたいと思います。まず一応ですね、僕はクバタテニスをやっていて、でまあフォアを、とりあえず一番大切なフォアをまずはやってるんですけれども、ちょっと右手でやってて、まあ、怪我した関係で今左手でフォアをやってるんですね。でその中で僕の今日、まあ、BGM 撮影をいつもながらしてて、撮影中にいろいろ考えながら、ラケットを振ってるんですけど、今日思いついたのは、なんかこの右手でフォアを練習して、で、それを左手に移すと、まあ、ある意味簡単に、その動きが覚えられるっていうところを使いながら左手で、やっていって、正直まだ打球できるレベルじゃないんですけど、まあ、いずれできると思ってます。で、そうした時に、これ、うまく活用すると、右手で、右に来た球は右でこうフォアを打って、左は、左でこのフォアの形が打てれば、なんかバックやらなくていいかなって思ったんですよね。で、そしたらなんかその、テニスってもっと簡単になるし、なんか結局、バックも、なんすか、スライスとスピンと二つあるじゃないですか。なんかそこ省けたらめちゃくちゃいいなっていう感じで思って。で、その中で僕は今ちょっとラケットのミニチュアとかも作ってるんですけど、まあ動画貼り付けておきますね。で、その、まあ CAD が使えてデータが作れるんで、最終的には自分でラケットが作れるかなって思ってるんですけど、そうした時にまあ今はミニチュアで作ってるんですけど、最終的には自分のラケット、オリジナルラケットっていうのを、作っていけたらなっていうところもあるんですね。ただ今市場に出てるラケットってもう正直丸い、こういう丸いものに持つ絵がついてるっていうものが、まあこの大きさがどう変わってってっていうで、長さがちょっとどう変わってって、重さがとかっていう感じの枠にとらわれてる、ラケットが多いし、でまあ正直あのボールを、まあボールは変えれないんで、ラケットをどう変えていくかっていう話になると思うんですけど、でその中でまあ多分あのボールを打つ形っていうのは今のところこれが一番いい形っていうところだとは思うんですよね。でただまあ僕は、なんて言うんでしょう、普段の生活で固定概念をどう変えれるかみたいなことを考えてたりもするんですね。で、その中で自分で最終的に自分のラケットを作るときに、なんかこのこれをただこれを大きくしたり重くしたり、まあ重くしようとは思ってる部分はあるんですけど、なんか根本的に変えれないかなということを考えてて、で今日思ったのが、こうフォアをやっていて、この打ち方を両方で何を考えてるかというと、こうやってフォアをこうクボタテニスでは打つじゃないですか。例えばこっちに球が飛ぶ場合はこう、でもパーンってこっちに来る場合は左手で打ちたいと思っても、これをこう変えてこうやって打つっていうことは不可能じゃないですか、時間的に。でここが問題だなって思ってて、いろいろ今日は考えてたんですよね。で僕が考えたのは、この例えばこうやって右手で持ってて、こうこっちはこう振って、でこの構えって変えれないですよね。でただ僕はこれを
持ち替えてこうやってやるっていうこともできるかなって思ってて、でそのサーブによってそれは使い分けようかなって思ってるんですね。だから僕で言うとこのパターンもできるよって、ただこれでこっちに来るとまあバックを覚えればいいんですけど、まずはバックを省いて覚えていきたいというところで、ただこっちに来た時に対応できないじゃないですか、バックを省くっていうことは。でもしこのラケットを2面こう作るんですね、これをパカンって割れたような感じでもう1面こっちにラケットを作って、それがここでこの今こうやって多分持つと思うんですけど、これがパカってこう割れてですよ、で小さいこうラケットがこっち側にもできたら多分打てると思うんですよね。でもっと言うと小さくて、例えばこのパカンって分かれるラケットは小さくて軽いラケットみたいな感じでやったら、ちょっと違うイメージで2つのラケットを持ってるっていう感覚になれて、用途によっては二刀流で攻めれる、まあ一刀流でも攻めれる、なんかそういうラケットあったら面白いななんて今日はそれを思いついて、で実際ちょっとガットがそのラケットはどういう形になるかっていうと、まあここがカシャーンってこう合わさって、ここのガットが2面になるんですよ。これこっち側に別のガットで、こっち側に別のガットみたいなことができたら、ガットもなんかこのいろいろあるじゃないですか、スピンかけやすいガットみたいな。例えばこっちはスピン、例えばこっちはスピン用にして、こっちは普通のなんかこうフラット打ちやすいようなものに変えたら、こうラケットをひっくり返すだけでその効果が変わるラケットが作れるというか、あの多分卓球とかってそういう感じで裏面は逆のラバーをつけたりして、そのどういう球を打つかでこう使い分けるじゃないですか。で結局今のこのラケットってそれができないっていうところがなんかもったいないなっていうのもあるし、だからこの卓球の要素も取り入れられる、なおかつ二刀流にできるみたいなメリットがあるラケットが作れたら、多分ですけどそのテニスのラケットの概念みたいなの全部吹っ飛ばせるし、そういうオリジナルラケットが作れたら、このラケット業界に殴り込めるというか、まあ多分そういうのをもし僕の方で試作で作れて、実際それでテニスができたら多分スポンサーになってくれると思うし、まあスポンサーになってくれなかったら自分でラケットを、生産して作るだけの話になるんですけど、まあでもそんな機械買うのもめんどくさいし、工場とか作るのもまあある意味めんどくさいし、今ある工場をうまく使ってで、まあやらせてもらえることっていうことがきっとできるんではないかというところも踏まえて、まあスポンサーを探してっていう感じで持っていけるかなって。そしたらまあある意味僕のオリジナルラケットが作れて僕も満足するし、市場として新しいものが作り出せたらすごいメリットかなっていうところで、ちょっとそういう方向性で持っていこうかななんていうのは今日の BGM のこの素振りでなんか思いついてしまったんで、ちょっと実際にまあミニチュアのデータを使いながら自分でまあまあちょっとミニチュアサイズで本当にこれがパカンってこう割れるものが実際形としてできるのかっていうところをやってみようかなと。でまあそういうのをやって、またそれはそれでこの動画でこう作る工程をアップしてたらそれはそれで面白いと思うし、なんかそんな感じで自分の新しい
オリジナルラケットのを作るみたいな企画で進めていけたら、また一つ僕の YouTube 的にも面白いものになるのかなという感じで、今日は話だけなんですけど、ちょっとまあ構想をいろいろ考えていく中で、またコンセプトはちょっとずつは変わっていくとはもちろん思うんですけど、ちょっと今日はそんな感じで、まあ今日はちょっと、まあ、仕事も早く多分終わると思うんで、なんか夜ザザザッと構想だけ練ってデータをガガガガって作っていっちゃおうかなっていう感じで今は考えてます。今日は以上です。